信じまにこれほどの妖力があるのだ。ユーマなエネルギーが凄まじいですね。ひょっとするとここは単なる魔境ではないのかもしれないな。我らと近い方規模にとっても今まで経験のない戦いになるかもしれない。イスルビーチがそこまで落ちたのはよほど危険なんですね。ともかく調査に向かってくれ。護衛はこの里見義高が継ぐ。戦国時代関東の水軍を率いた優勝だ。それから足上、はい、君はアメリカの生活が長かった。はい。英語は何度か。え、英語は上手かと聞いてるんだ。あ、Yes, of course。 素晴らしい発音だ。だがその英語は禁止する。え、 なんで今回は全て日本語で行う。なぜなら里見氏に英語で指示してもさっぱりわからん。わかりました。ちゃんとはっきり日本語で指示するんだ。はい、わかりました。よし。そして里見氏がすごいのはそれだけじゃないんだ。あれ理事、どうした。何か急に磁場が。もう来たか、足上。はい。いいか、我々の戦い方を決して忘れるんじゃないぞ。あれ、これどうなってんの。そこなのどど出てよ。わしは阿波の国の者、里見義高と申す。この者はわしの従者で陰陽師。陰陽師、やや風変わりではあったが、里見義高聞いたことがある。関東一の水軍といわれた里見水軍の大沢だ。水軍、これは末高久のことを言っています。吹きが引き入れたいと言っていた男とはお主のことか。さよう。お主ら、このばかりには来季を放っておる。そして不思議な力を感じる。我らに手を重ねるか。しかし、あなた方は果たして味方に。無論、手を貸そう。里見さん、ここはわしに素直に従え。いずれにしても多勢に無勢じゃ。この者たちが使えるというのか。分からない。試してみればよい。エロイベスタイム、エロイベスタイム、エロイベスタイム。はっきり用語しゃべるといいな。はい、わかりました。
魔界のパラレルワールド、我々が住んでいる世界とは別の世界だ。説明は難しいが、魔界のエネルギーが生み出したもう一つの空間だ。未来じゃないですか。魔界での戦いの結果によって導かれた未来の一つだ。まあ未来のような空間と言ったらいいかも。おっしゃってみりゃあまりわかりません。あまりごちゃごちゃ言ってる時間はないんだよ。今から、そうだな、今から2時間以内にこっちに戻ってこないと、お前たちはその世界に閉じ込められてしまうんだ。え、どうすればいいんですか。ドーマンという男がその世界にいる。ドーマンに出会うことができればこっちに戻ってこれるんだろう。ドーマンはどこにいるんですか。こちらから更新できるのはこれが限界量だ。テル、テルツ、俺も合流。リキ、リキ、あの空間は何だったのでしょう。魔界のパラレルワールド。おそらく魔界という場所は我々が戦っている魔境と同じようにいくつもの階層に重なっているんだろう。我々は戦国時代とつながっているが、魔界は時代を選ばず現れるんだ。そうなんですね。おそらく魔界との均衡が保たれない際に、地球はあのようにアンドロイドが支配する世界になってしまうんだろう。スイメイさんがドーマンさんになっていたり、ウコンさんがスイメイさんになっていたりしていたのはパラレルワールドのせいなんですね。まあどうかな、それ案外真実だったりするかもしれないからな。どういう意味ですか。まあともかく早速魔境に向かってもらうぞ。気になります。今度は木下藤吉郎と言ってもらうからな。どうやら里見は魔界に残してきてしまったようだ。魔界に。気になるか。はい。だが我々は我々の戦い方を全うするだけだ。わかりました。私たちは私たちで頑張りましょう。どうぞ。